建物北面大田市美術館、図書館は、群馬県大田市東本町にある私立文化、複合施設。公共図書館と美術館としての機能を備えている。大田市立図書館とは別施設として、2017年に開館した公共施設である。創造的大田人をコンセプトとして、美術館と図書館を併設した。図書を借りるのには、図書館カードが必要だが、 大田市立図書館のカードとの互換性はない。建築家の平田昭久が設計を担当し、南一番街として繁栄する大田駅南口に比べ換算とする北口に人々の流れをもう一度駅前に呼びレーすことを目標として構想された。設計のプロセスでは2014年から市民ワークショップが開催されるなどしていた。当初施設のロゴは 佐野健二郎が手掛ける予定でデザインも発表されていたが2020年東京オリンピックパラリンピックのエンブレムの撤回騒動の煽りを受け本施設のロゴも盗作が指摘され撤回されることとなった新たなロゴマークはグラフィックデザイナーの平野敦氏のキーワードを受けて作成された小布施町立図書館町と書テラソでの取り組みの太田市版 大田市内の店舗や住宅を小さな図書館と考え、そこの主を館長と呼ぶのも町と書ソ袖の取り組みと同一である。2018年には利用促進などを目的に町中図書館をめぐるスタンプラリーが開催された。ありがとうございます。